ティーラインに来ております。ジャークさんが先行しております。うわ風強い、怖い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 、風強い。ついてきました。強かったね、あそこ風が。幅も狭いし、やっぱりこっちの方がで、今この下とか見ると結構グラベルロードがあるわけですよ。これちょっと僕 T ラインはずっと走ってて、いやちょっとなんか面白そうだなっていうのをいつも感じてはいます。平行して道あるんですよ、常に土手側で、河川敷でさっきもあったけど、ちょっと楽しいのではないかなという、かすかな、こうですね、ほらずっとこういう感じで河川敷沿いに道があるんですよね。あとなんかあんな、なんか奥の方にも続いてそうだし、はい、ちょっとなんかあのおしゃれカフェに行くようになって、今ジャックの携帯が右を指示しました。今来てるんですよ、はい、うわガタ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 、あカメラが、
なかなかの道指定してきますね。さすが。あの右の橋いいじゃないですか。いい感じの橋ですね。いやこれはなかなか映えますな。いや面白い。広いよな。いや、この橋渡るんじゃないの？いいですね。藤原さんが渡ってるのをちょっと撮りますよ。橋はいいですね。ちょっと上から撮って。こんな感じでなかなか面白い場所ですね。よいしょ。私も橋を渡ります。よし。おお。なんかすごいな。なんかすごいですね、このちょっとあそこの川のところがちょっと小さな川になってたりとかしていい感じです。すごいすごいね、ここ。いやこっち左、あ、左。いやちょっとここ面白いですね。はい、アドベンチャー系っていうか、エクスプロール系ですね。エクスプローラーですね。これなんか、最近の僕の反省があって、はい、徳島空が広いじゃないですか。あ、はい、気持ちいい、上気味にとって広い空を通した方が、いい場合と、こう、まあ、直線を示す場合ともいろいろなんですけど、360度カメラで撮っておくと、それが、まあ、自動的に全部映るんだけど、面白いな。これだからやっぱりこのこういうところのだからお家とかがちょっとこうなんかログハウスっぽいとかなんかこう味があると多分道として面白いんだけど、そこら辺がやっぱりちょっと風景としてやっぱり今一つの残念な現象ですよね。ラブホテルの残骸ですかね。違う、これ建築途中で終わりましたね。共産党の物件なんですかね。収容所ですかね、これは。強制収容所ですかね。戻るんですか。で戻れます。そこターンできます。ああ、この道面白いな。でも、左に曲がりました。
りに。タイヤでした。看板があったから店かと思いました。あれですか。あー、おしゃれな。あれ、あ、電気。あれだそうです。カフェオリジンです。人工芝ですね。サイクリングラックはないぞということですね。大丈夫ですか。ここら辺止めたらいいですか。効果的な IC の壁ですか。結構早いな、平均23分。絶対藤畑が鍵忘れると思って、でも今回どっか止まるんじゃないかって思ったんですよね。一応持ってきました。ありがとうございます。ここだけ止めておけばいいかな。ひとまず藤原さん開いてると思うんですけど、はい、行ってきてもらっていいですか。先に鍵閉めたら行きます。